ガブリエウ、テオドロ・マルティネッリ・シューバは、ブラジル・サンパウロ州、グアルーリオス出身のサッカー選手。プレミアリーグ・アーセナル FC 所属。ポジションはフォワード。2014年に、イトアーノ FC のユースチームに入団。2018年シーズン途中にトップチームに昇格。翌2019年シーズンに、サンパウロ州選手権で14試合6ゴールの成績を残し、 同リーグの2019ベストチームの一員に選ばれた。フィファの定める国際移籍可能年齢に達した18歳を迎えた直後の2019年7月2日、アーセナル FC と長期契約を結んだことが発表された。マルティネッリは同年のサンパウロ州での活躍により5月にブラジル代表のトレーニングに招集された経歴を持ってはいたが、 ブラジル4部リーグ相当に所属していたイットアーノからイングランドプレミアリーグへの移籍は欧州の各報道メディアがノーマークであり驚きをもって報じられた。同年8月11日、ニューカッスルユナイテッド FC 戦で後半84分からの途中出場でプレミアリーグ初出場。9月24日、エフルカップのノッティンガムフォレスト FC 戦で アーセナルでの初スタメン出場を果たしアーセナルでの公式戦初ゴールを含むに得点を決めた。その後も得点を重ね加入から先発出場での最初の4試合すべてで得点を記録。これはイアンライト以来のクラブ史上2人目の快挙である。2019年12月9日ウエストハムユナイテッド FC 戦でプレミアリーグ初スタメン出場を果たした。この試合で プレミアリーグ初ゴールを決めた。この18歳174日での得点は、アーセナルにおける、プレミアリーグ初スタメンでの最年少ゴールを更新した。2020年1月21日、プレミアリーグのチェルシー戦で、相手のコーナーキックのクリアを自陣で拾ってから、そのまま長距離を単独でドリブルして、印象的なゴールを決めた。 61.59メートルに及ぶドリブルでのゴールは、オプティガスタッツを計測し始めた12、13シーズンからで、プレミアリーグにおけるアーセナル選手の最長記録である。同年6月21日、練習中に左膝を負傷。軟骨の病変を修復する関節鏡手術を行ったためシーズン中の復帰が絶望的となった。同年7月3日、 アーセナルは、加入1年足らずと異例の早さで、新規の長期契約を締結したことを発表した。契約内容は、大幅昇級と4年契約に加えて1年、契約延長オプションと報じられた。アーセナル加入初年度の19、20シーズンは、公式戦26試合 10G4A を記録。 アーセナル選手が10代で2桁ゴールを記録したのは20年以上、前の98、99シーズンでのニコラ・アネルカ以来である。生まれはブラジルだが、父親がイタリア系であり、イタリア国籍を有するためイタリア代表を選択することも可能である。2019年5月20日、コパアメリカ前のトレーニングキャンプに招集された。同年11月、 U-23 アメリカが州国代表との親善試合を行う U-23 ブラジル代表に招集された。2021年7月2日、東京オリンピックに参加する U-24 ブラジル代表に追加招集された。ありがとうございます。